サッカー界でこれからも選手として活躍したり、監督などで日本サッカーを盛り上げてくれるはずだった選手。しかし、突然訪れた悲劇によって、その姿が見られない選手がいます。そこで今回は、若くして亡くなった選手を紹介します。松田直樹。2002年ワールドカップ日韓大会で、日本代表の16強に貢献したディフェンダー。闘争心あふれるプレーはチームを鼓舞しました。また、外国の選手にも負けないフィジカルや、果敢に攻め上がるプレースタイルで観衆を魅了しました。松田選手は1977年春、群馬県桐生市で生まれました。兄の影響でサッカーを始めたのは小学校1年生の頃。中学校まではフォワードでプレーしていました。当時の前橋育英高等学校監督だった山田康介監督に松田のディフェンダーとしての才能を見出され、ディフェンダーにコンバート。当時のアンダー15日本代表監督である小峰忠俊監督に声をかけられ、アンダー15日本代表に選出されました。松田選手はそのまま前橋育英高等学校へ進学し、順調に力をつけ、17歳の時に飛び級でアンダー19日本代表に選出。その影響もあり、超高校級と称された松田選手は、当時の J リーグ全12クラブのうち10クラブの争奪戦の末、横浜 F マリノスに加入が決まりました。当時のホルヘ・ソラーリ監督に、君は将来井原正巳を追い越す才能を持っていると評価され、3月28日、J リーグ開幕戦からスタメンに抜擢。1年目からリーグ戦33試合に出場しました。初年度にはマリノスで年間総合優勝も経験。当時のマリノスにはディフェンダーは日本代表ディフェンダー井原正巳選手、小村典夫選手を擁しており、ゴールキーパーには川口義勝選手が在籍していました。そして1996年アトランタオリンピックではマイアミの奇跡を経験する。19歳4ヶ月でのオリンピック出場は当時の日本サッカー史上最年少での五輪出場だった。1999年には松田選手の代名詞とも言われる背番号3を背負う。その後、慢性的な右膝半月板の怪我を抱えながらもマリノスで16年にわたってプレー。2000年 J リーグベストイレブンを初受賞。2003年、2004年にはチームキャプテンに就任し、2年連続で J リーグ連覇。2005年に J リーグ通算250試合出場を達成しました。これらの活躍からサポーターからはミスターマリノスと呼ばれるようになりました。また日本代表としても活躍しており、松田選手は2000年にフル代表デビューを飾ります。当時の日本代表監督であるトルシエ監督に見込まれ、当時の日本代表キャプテン宮本恒靖選手と中田浩二選手とフラット3を形成。2002年日韓ワールドカップでは全ての試合でフル出場を果たし、日本のベスト16入りに貢献しました。ジーコ監督に代わっても招集され続けたが、ドイツワールドカップアジア最終予選のバーレーン戦でベンチ外が決まると納得がいかなかった松田選手は試合前に無断帰宅。その後謝罪の手紙を送りましたが、それ以降代表招集されることはありませんでした。2006年には複数年契約拒否や、2007年には約 60% の減俸となりましたが、マリノスへの愛、そしてサポーターからの愛情を大事にしたい一心で契約更新。2009年のシーズンオフの契約更新では、引退までマリノスでプレーしたいとコメントするほど、マリノスの選手として今後も戦う覚悟ができており、マリノスを愛していました。しかし、2010年11月27日のガンバ大阪戦後には、残念ながらマリノスから戦力外通告を受けてしまいました。12月4日に行われた大宮アルディージャ戦後の退団セレモニーでは、マジでサッカー好きなんすよ。マジでもっとサッカーやりたい。本当にサッカーって最高なところを見せたいので、これからも続けさせてください。という言葉を残して、横浜 F マリノスを退団。2011年、カタールからのオファーもあったが、当時では異例の JFL 松本山雅 FC と契約。
生涯最後の公式戦となった7月23日の JFL 後期大施設ホンダ FC 戦は、J リーグ含め公式戦通算400試合出場を達成した日でもありました。そして悲劇は突然訪れました。松田はチームの練習中に突然倒れ、病院に搬送されました。病名は急性心筋梗塞。意識は戻ることなく、病院でそのまま息を引き取りました。松田選手の訃報は各方面で大きく取り上げられ、葬儀には多くの関係者やサポーターなどが参列し、34歳という早すぎる死を悲しみました。また、当時の国際サッカー連盟会長、ゼップ・ブラッター氏は、日本代表の伝説的なディフェンダーと評し、哀悼のメッセージを送り、スペインの国営放送 TVE では、ゴールデンタイムのニュース番組で松田選手の死を報じました。そして、松田選手が練習を行っていたグラウンドには、AED が設置されていませんでした。このことを取り上げた日本サッカー協会は、2012年度より J リーグだけではなく、JFL 等に試合や練習における AED 常備を義務付けることを決めました。そして、横浜 F ・マリノスは背番号3を永久欠番とすることを発表しました。多くの選手たちが最高のディフェンダーだったと言っており、その功績はとても偉大なもので、まだまだプレーする松田選手、日本サッカー界に貢献する松田選手を見ていたかったです。奥大輔。豊富な運動量やテクニックあふれるドリブル、美しい弧を描くフリーキックで観衆を魅了したファンタジスタ。ジュビロ磐田の黄金時代、横浜 F ・マリノスの2連覇を支えました。そんな奥選手は1976年に兵庫県尼崎市に生まれました。高校は神戸光陵学園高等学校に入学。2年時には全国高等学校サッカー選手権大会に出場。2回戦まで進むも武南高校に敗れました。3年生でも全国高等学校サッカー選手権大会に出場し、日大山形、桐光学園を下してベスト8入りを果たした。奥選手は大会優秀選手に選出される活躍を見せました。そして高校卒業後はジュビロ磐田へ加入。加入から2年間はリーグ戦での出場はありませんでしたが、アンダー19およびアンダー20日本代表に選出され、アジアユースおよびワールドユースに出場。ワールドユースでは準々決勝のブラジル戦に出場して1得点を挙げる活躍を見せました。ワールドユースで一皮むけた3年目からは出場機会を増やし、4年目の1997年にはレギュラーに定着。リーグ戦26試合に出場して9得点を挙げてジュビロ磐田の年間優勝に貢献しました。1998年はキャリアハイとなる32試合に出場、12得点の活躍を見せ、J リーグベスト11、日本代表初選出など飛躍の年となりました。その後もジュビロ磐田の中盤に欠かせない人物として、名波浩や福西崇、服部俊博、藤田俊也とジュビロ磐田黄金時代を支えましたが、2002年、奥は横浜 F ・マリノスへ移籍。岡田武史監督がマリノスの指揮官に就任した2003年にはキャプテンに就任。2003年、2004年シーズンに優勝を果たし、J リーグ連覇を経験。奥選手は2年連続でベストイレブンを受賞するなど、チームに貢献しました。マリノス移籍後、日本代表からは遠ざかっていましたが、活躍が認められて、2003年にはコンフェデーションズカップや東アジア選手権にも名を連ねました。その後は2006年にマリノスを退団して横浜 FC へ加入。怪我の影響などもあり、31歳という若さで引退。まだまだプレーできる領域にいただけに、多くのサポーターから惜しまれながらも引退しました。引退後は横浜 FC サッカースクールのテクニカルアドバイザーに就任したり、フットサルチームのエスポラーダ北海道のテクニカルアドバイザーを兼任。その後も多摩大学目黒高等学校のサッカー部監督に就任するなど、違う形でサッカーに貢献していました。しかし、2014年10月17日4時半ごろ、沖縄県宮古島市で軽乗用車を運転中、
何らかの原因で対向車線にはみ出し、その後電信柱に衝突する交通事故を起こしてしまいました。心肺停止の状態で病院に搬送されたが、骨盤骨折などにより1時間半後に死亡が確認。38歳という若さで帰らぬ人となってしまいました。ユサンチョル。ゴールキーパー以外どこのポジションでもできてしまうユーティリティプレイヤー。得点感覚にも優れていて、 K リーグやナビスコカップでは得点王を獲得した経歴もあります。そんなユサンチョル選手ですが、1999年横浜 F マリノスに加入。5月8日のジェフ市原戦ではJリーグ初ゴールを決めました。2000年のファーストステージでは優勝を経験しました。2000年は22試合17ゴールと大活躍を見せるも、シーズン終了後にチームを退団しました。そして2001年にはホンミョンボと監督の西野明監督から誘われて柏レイソルに加入。しかし2002年のワールドカップ後にヨーロッパ進出を図り、シーズン途中に柏を退団しましたが失敗に終わり、古巣のウルサンヒョンデに復帰しました。2003年には横浜 F マリノスで監督を務めていた岡田武史監督に誘われて横浜 F マリノスへ3年ぶりに復帰。当初は中盤の選手として構想されていましたが、右サイドバックとして加入が決定していたブラジル代表カフーがチーム合流直前に契約を解除したため、その穴埋めとして右サイドバックで起用されました。ユーティリティ能力を発揮して活躍。ファーストステージとセカンドステージを制覇し、チームの完全優勝に貢献しました。横浜 F マリノスには2004年末まで在籍。J リーグでは通算113試合44ゴールの成績を残して、再度ウルサンヒョンデに復帰しました。2006年3月4日に膝の故障を理由に現役引退を表明。2009年から高等学校のサッカー部監督を務め、2011年7月より K リーグ太田シチズンの監督に就任したが、2012年シーズン終了で退任。その後は2014年よりウルサン大学校のサッカー部監督を務めました。2017年12月4日 K リーグチョンナムドラゴンズの監督に就任。2019年5月低迷するインチョンユナイテッド FC の監督に就任しましたが、10月に体調不良で入院。11月にインチョンユナイテッドの公式サイトを通じて自身がステージ4の膵癌であることが公表されました。2020年2月23日病にかかった体でもなんとか来日して、日産スタジアムでの J1 リーグ開幕戦、横浜 F マリノスガンバ大阪戦の終了後、横浜 F マリノスのサポーターたちに挨拶しました。がんであることを告白した後に、横浜 F マリノスサポーターたちが各試合で、できるよ、頑張れ、ユンサンチョル兄さん、と書かれた横断幕が掲示されるなど、人気ぶりが伺えました。応援メッセージを送り続けており、AFC チャンピオンズリーグ開幕節のチョンブクヒョンデ戦をテレビで観戦していて、これに気づいたユサンチョル選手が、直接感謝を伝えたいと希望しての来日だったとのことです。挨拶では感謝の念を述べるとともに、闘病にあたって絶対に諦めないと不屈の姿勢を宣言し、サポーターの健康を気遣っていました。しかし、2021年6月7日19時ごろ、膵癌のためソウル市内の病院で49歳で亡くなりました。FIFA ワールドカップに2度出場したり、J リーグで優勝を経験するなど、日本でも韓国でも活躍を見せて、人気のあったユサンチョル選手。監督としても活躍していたため、もっと監督としての姿も見たかったですね。オリベイラ。持ち味は球際の強さ。さらに冷静に判断してボールをつなぐ場面で必ずディフェンスの逃げ道となり、ビルドアップの助けとなるプレーでチームを助けていました。そんなオリベイラ選手は1998年生まれ。コリチーバ、アトレチコパラナエンセ、インテルナシオナルでのプレーを経て、2019年7月に九州サッカーリーグの JFC 宮崎に加入しました。
2020年1月に湘南への完全移籍と同時に JFL の FC 大阪へ期限付き移籍。同年10月に復帰すると、今シーズンは明治安田生命 J1 リーグで2試合に出場。2021年 J リーグ YBC ルヴァンカップでは8試合に出場しました。しかし、2021年11月23日、オリベイラが練習に来なかったことから、スタッフが自宅を訪れたところ、ベッドで倒れているところを発見されました。そして、同日死亡が確認され、行政検視の結果、死因は急性鬱血性心不全。2015年のアンダー17南米選手権メンバーに選ばれた経歴を持つなど、将来の活躍が期待されたオリベイラ選手。しかし、23歳という若さで異国の地日本で亡くなりました。今回は若くして亡くなった選手についてご紹介しました。あなたの中で印象に残っている若くして亡くなった選手はいますか？ぜひコメントで教えてください。これからもサッカーに関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。